これは私が保育士として働き始めた頃に園で体験してしまった出来事です。私はまだ新人の保育士で、大勢は見るのは大変なので、まずは一人の子を担当することになりました。担当したのは可愛らしい女の子です。その子は内向的な性格で、友達が少ない子だそうです。初対面の私が優しく話しかけても、なかなか心を開いてくれませんでした。私はそんな彼女の心に少しでも近づけるよう、様々な試行錯誤をして接していました。担当になってから1ヶ月ほどが経過して、ようやく彼女も私に親近感が湧いてくれたようでした。その子はお絵描きが好きらしく、何か描いては私に見せてくれるようになったのです。特に風景画を描くのが好きなようでした。その子の部屋の壁には、独特な色使いの作品が所狭しと飾ってあるのです。そんなある日、彼女がいつものように絵を描いていた時のこと、わあ、とっても上手だね。お姉ちゃんのこと描いてくれたのね、ありがとう。突出した完成度の一枚の人物が、私はその子の頭を優しく撫でました。その子が初めて描いた人物が私だったので、とても嬉しかったのです。こっちの人は、〇〇先生かな？すると、意外な答えが返ってきました。それ、〇〇先生じゃないよ。その子は静かにつぶやくのです。じゃあ、この人は、いつもそこにいる人だよ。その子は何のためらいもなく、私の背後の隅を指さすのです。私は背筋が凍るような思いがして、ゆっくりと後ろを振り向きました。異常はないようです。もう、びっくりさせないでよ。私はこわばる肩の力が抜けて、自然と視線を下ろしました。あれ？そこには、数本の長い黒い髪が落ちているのです。私は茶髪、その子はショートヘアーなのに、その子は、怖がる私に、容赦なくとどめの一言を、今もね、お姉ちゃんのこと、じーっと見てるよ。私は、すごい寒気に襲われました。私自身は見えていないので、そこに幽霊がいるのかはわかりませんが、その子には何かが見えていたのだと思います。霊が見えている子って結構にいるらしいですね。皆さんの周りはどうですか？それでは、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。